こんにちは。今回はクリスマスカラーで作るコースターを紹介します。今回は並太の糸を7号のかぎ針で編みます。最初はこの赤い糸で編みます。鎖編み5目の輪の作り目を作ります。鎖編みをここから5目編みます。鎖編み5目を編んで、最初の鎖編みに針を入れて、引き抜き編みをします。糸を引いて、この輪の中に1段目を編みます。1段目の最初は鎖編み3目を編みます。長編みを編みますので、長編みの立ち上がりの鎖編み3目を編んで、間に入れる鎖編み1目を編んで、最初は鎖編み4目を編みます。次は長編みです。針に糸をかけて、輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜き、また糸をかけて2本の糸を引き抜いて、長編みを編みました。鎖編み1目を間に入れながら長編みを編みます。長編みは全部で11回編みます。長編みを編み、鎖編み1目を編んで、輪の中に長編みです。鎖編み1目、長編みを編みます。糸端はできれば一緒に編み込んでください。間に鎖編み1目を入れながら、長編みを全部で11回編みます。これで1、2、3、4、5、6、7ですから、あと4回です。鎖編み1目、長編み、鎖編み1目、長編み、鎖編み1目、長編みを編んで、鎖編み1目で、あと1回、長編みを編んで、鎖編み1目を編んだら、最初の鎖編み4目を編んだ、1、2、3個目のところに、引き抜き編みをします。そして、次のところにもう一回引き抜き編みをしておきます。次の鎖編み1目のところにもう一回引き抜き編みをして、この糸は切ります。これで1段目ができました。次の2段目は、長編み3目の玉編みと鎖編みを編みます。今ここで切ったところから少し戻ったところに黄色の糸で2段目を編みます。どのぐらいの位置でもいいです。大体の位置でいいですから、少し戻ったところに針を入れて、糸をかけて引き出します。次は2本の糸をかけて、1回鎖編みを編み、次に1本の糸に戻して、長編みの立ち上がりの鎖編み3目ですが、未完成の長編み3目を編んで玉編みにしますので、ここは鎖編みを編みます。鎖編み2目を長編みの未完成な形とします。そして、この鎖編み1目のところに、未完成の長編みをあと2回編みます。針に糸をかけて、鎖編み1目のところに針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜いて、未完成の長編みを1目作りました。この糸は編み込みながらいきます。次も同じところに未完成な長編みを編みます。針に糸をかけて、糸をかけて引き出して、
2本の糸を引き抜いて、長編みの不完成な形が2つできました。鎖編み2目と合わせて、未完成な長編み3目とします。これを一度にまとめて、長編み3目の玉編みとします。鎖編み5目を間に入れて、次の鎖編み1目のところに、未完成な長編みを3目編みます。未完成な長編み3目を編んで、これを1つにまとめて、長編み3目の玉編みを作ります。次も鎖編み5目を編みます。鎖編み5目を編んで、次の鎖編み1目のところに、長編み3目の玉編みを編みます。未完成な長編みを3目編んで、1つにまとめます。これが2段目の模様です。鎖編み5目を編んで、次の鎖編み1目のところです。ここです。ここに、長編み3目の玉編みを編みます。一つにまとめて玉編みを作り、次は鎖編み5目を編みます。そしてこの黄色い糸はもうここまで編み込んできましたから、後で切ります。次にこの赤い糸を編み込んでいきます。次の鎖編み1目のところに赤い糸を編み込みながら、未完成な長編みを3目編みます。完成の長編み3目を編み、これを1つにまとめます。鎖編み5目を編んで、次の鎖編み1目のところに長編み3目の玉編みを編みます。一つにまとめて鎖編み5目を編みます。間の鎖編み1目のところに長編み3目の玉編みを編んで、糸端を編み込みながら、最後のこの鎖編み1目のところまで玉編みを編んでいきます。最後のところは鎖編み5目ではなく、鎖編み2目と長編みを編みますので、ここまで長編み3目の玉編みを編みます。2段目の最後のところです。最後は鎖編み5目を編むのではなく、鎖編み2目と長編みを編みます。鎖編み2目を編んで、次は玉編みの頭のところです。最初に立ち上がりの鎖編み2目を編んで、玉編みを編みました。この鎖の目の1、2、3個目が玉編みの頭になりますから、ここに針を入れて長編みを編みます。これで2段目ができました。次の3段目は同じ黄色の糸で編みます。次は3段目です。3段目は長編みを編んだところに針を入れて、細編みを1回編みます。細編みを編んで、次は鎖編み5目を編みます。鎖編みを5目編んで、前段の鎖編み5目のところに細編み、鎖編み5目を編んで、前段の鎖編み5目のところに細編みです。鎖編み5目を編んで、
連打の鎖編み5目のところに細編みです。これを繰り返します。鎖編み5目を編んで、鎖編み5目のところに細編みを編んで、ここまで編みます。3段目の最後のところです。鎖編み5目を編んで細編みで留めてきました。ここが最後のところですが、この鎖編み5目のところは2段目と同じように鎖編み2目を編んで長編みを編みます。鎖編み2目を編んで、次は長編みです。最初に編んだ細編みの頭のところに長編みを編みます。針に糸をかけて、最初に編んだ細編みの頭の2本を拾って長編みを編みます。これで鎖編み5目と同じくらいの形になります。ここから次の4段目になりますが、4段目は糸を変えて緑の糸で編みますので、ここで1回鎖目を編んで引き抜いておきます。糸を切ります。次は4段目です。次は4段目です。4段目は緑の糸で編みます。今黄色の糸を引き抜いたところから編み始めます。糸を少し長めにとって、糸をかけて鎖編み1目を編みます。2本まとめて鎖編み1目を編む。また糸を1本にして、ここに細編みを1目編みます。そしてこちらの糸は少し引いて細編み1目を編んだところです。次は長編みを編みます。長編みを編むのは3段目の細編みを編んだところです。この細編みを編んだところに長編みを編みます。この糸は後で糸始末をします。3段目の細編みのところに長編みを4目編みます。1、2、3、4、長編み4目を編む。前段の鎖編み5目のところに細編みです。これが4段目の編み方です。次も細編みのところに長編みを編みます。長編み4目を編みました。次の鎖編み5目に細編みです。これを続けていきます。次の細編みに長編み4目を編みます。次は鎖編み5目のところに細編みです。この編み方をここまで編みます。4段目の最後のところです。鎖編み5目に細編みを編んだら、細編みのところに長編みを4目編みます。長編み4目を編み、最初に編んだ細編みのところです。最初に編んだ細編みのところはここです。糸を引いて、最初の細編みのところに針を入れます。少し分かりにくいですが、細編みの頭が糸を絞って分かりにくいですが、ここに針を入れて糸をかけて引き抜きます。
この糸はとじ針で糸始末をしますので、糸を切って、次はとじ針に糸を通します。今引き抜いたこの糸は、糸が目立たないようなところにもう一度針を入れます。目が詰まるようにこのぐらいの場所に針を入れて、糸をかけて向こう側に引きます。それでここが目立たなくなりますので、あとは後ろの目立たないところに針を入れてください。緑のところを通すといいと思います。緑のところを通しながら、細編み、長編みの足を通して、どのぐらい通すか、ここは大丈夫です。次の黄色の糸も通して、黄色は黄色の糸のところを通してください。目のところを拾いながら、こんな風に通していけば大丈夫です。黄色の糸のところを後ろのところで通していけばこれで大丈夫です。クリスマスカラーで作るコースターを紹介しました。